そうだ、僕は吸血鬼のことを何も知らない。ねえ、もう我慢できない。いいよね。綺麗で無茶苦茶なことを言っても、理性的で人が好きで人と共存している。本当に我慢できなくなって、あとちょっとで理性ぶっ飛ぶとこだった。